フリーザトーン、林です。今日は、奥田民生さんのシグネチャーモデル、OT ドライブの、ご紹介をいたします。こちらが、現在の奥田さん本人が使っていただいている OT ドライブです。こちらの、オーバードライブは、奥田さんと、知り合った後、カスタムペダル、カスタムのペダルボードを作っていたんですけれども、そういった中でリレーションを、深めていきまして、奥田さんの求めている音により近づけるために、オーバードライブの制作を、依頼されました。そしてディスカッションをしながら、奥田さんがどういう音を求めているのか、どん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 こう深いところまで、探っていくわけですね。そこで、生まれたのがこの OT ドライブになります。この OT ドライブの特徴は、非常にゲインが、微調整できて、低めに設定されているんですけれども、微調整できるところです。理由はですね、奥田さんが使っているアンプの設定に、ヒントがあります。通常は、普通に弾いた時に奥田さんの使っているアンプ、マーシャル系が多いんですけれども、歪んだ状態になっています。歪んだ状態でさらにパンチを加える、さらにドライブさせるっていうところが、ポイントです。そのためには、ゲインの非常に高いオーバードライブを合わせて使っていくと音が引っ込んでいくんですね。潰れていくといいますか、そういうところは、避けたいと。そしてゲインを下げて、微調整していくことでちょうど良い歪みのポイントを探っていくことができます。ですのでこのオーバードライブというのは、アンプが歪んだ状態、いわゆる、クランチから、もう少し歪んだ状態でしょうかね、そういうセッティング上でうまく働くように、調整されています。ですのでクリーンなアンプで試されるときはちょっと歪みが足りないなと感じるかもしれません。そして、こちらのセンターのトーン回路というのは非常に、ちょっとユニークなんですけれども、通常トーン回路というのは、パッシブからアクティブ、2パターンが、主なタイプですけれども、こちらはパッシブタイプのトーン回路、正式に言うと、ハイカットフィルターになるんですけれども、そういうトーン回路を使うことでナチュラルな、トーン設定ができます。これはギターで使っている、トーンボリュームの働きと非常に、近いものがあります。その非常にこうナチュラルで自然なトーンに、することができるわけですね。そして、奥田さんの、使い方というのは、カスタムで作ったペダルボードの、手前にこのオーバードライブを使うっていうことを想定しています。そのために HTS サーキットは入っていません。トゥルーバイパスで、中のスイッチング回路は構成されています。いわゆるオフの時はカスタムのペダルボードに直接信号が入っていく。でそちらの方で音を作っていくと。そしてペダルをオンにした時はペダルボードのインプットの手前で信号をよりプッシュすることによってアンプをオーバードライブさせていくというやり方になります。この OT ドライブはフリーザトーンにとって初めてのアーティストシグネチャーモデルになります。その第1弾にふさわしい仕上がりとなっていると思いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。2013年1月発売予定です。ぜひ池上さんでチェックしてみてください。